フワイオート駅は、タイ王国南部トラン県、フワイオート郡にある、大国有鉄道南本線簡単支線の駅である。フワイオート駅は、タイ王国南部トラン県の人口9万人が暮らす、フワイオート郡にある。町の中心部に位置するため、利便性が良い。駅の正面側が、市街地である。当駅より300メートルほど西に国道4号線があり、バスを捕まえることができる。 バンコクから 800.82km 地点に位置し、急行列車利用で15時間程度である。バンコクとの間で直通夜高列車に往復が運行されている。大国有鉄道南本線の本格的な工事は、北側1カ所、南側2カ所の3カ所より開始された。当駅は簡単駅側からの第一期工事により1913年4月1日に終着駅として開業した。 開業して9ヶ月後の1914年1月1日に、郡村駅まで延伸開業し、中間駅となった。切りかき期短式ホーム1面2線を持つ地上駅であり、駅舎はホームに面している。短式ホーム1面ではあるが、側線があるため防線駅ではない。柿崎一郎、王国の鉄路大鉄道の歴史 P31。ありがとうございます。